はい、ご紹介ありがとうございます。ここのコンピュータ科学専攻と、あとプリファードネットワークスという会社で働いてます徳井と申します。今日は AI を書くっていう、ちょっとまあ何のことだか一瞬わからないようなタイトルで 話させていただくんですけども、基本的にはまあ AI って言って皆さんが想像するものが何か、あとはで実際にその人工知能とか、あと今日は特に機械学習っていう分野の話をするんですけども、まあ、その分野でどんな研究がされているのか、どんな応用に役立てられようとしているのかということをメインに話したいと思います。で、あとは、まあ、僕自身が、まあ、会社で働きながら博士課程の学生をやっているということもあって、まあ、それぞれでどんなようなことをやっているのかということを簡単にお話したいかなと思います。よろしくお願いします。なので最初に簡単に自己紹介させていただきます。私、徳井誠也と申しまして、プリファードネットワークスという会社でリサーチャーをやりつつ、今ここの情報理工学系研究科のコンピュータ学専攻で博士課程の2年生をやっております。で、まあ、経歴としましては、まあ、この東大の理学部数学科を卒業して、そのまま、上には上がらずに情報系に移って、まあ、この修士の時に機械学習というのを初めて触れまして、勉強を始めました。で、まあ、修士出てすぐ就職したんですけども、去年の4月から、会社に行きながら博士課程の学生もやっております。で、僕が、今博士課程でやっていることっていうのは、研究としては深層学習っていう分野で、特に僕自身は理論的な、理解を深めることっていうのをメインにやろうと思っています。で、一方で、会社では全然関係ないことをやってるわけではなくて、会社でもやっぱり深層学習、ディープラーニングっていう分野についてやってるんですけども、その中では特に、まあ、肩書きはリサーチャーなんですけど、やってることとしてはどっちかというとエンジニアというか、まあ、プログラムを書くような仕事ですね。で、フレームワークってちょっと一瞬何のことだか分かるようなものなんですけども、基本的にはそのディープラーニングをどうやったら実装できるかっていう部分をに取り組んでいます。で、ここでまあ出てきたキーワードとして、やっぱり共通する部分はこのディープラーニング、深層学習っていうものなんですけども、今日はこのディープラーニングの話をメインでしたいと思います。で、最初にですね、まあ、基本的にはこのトーク半分ぐらいはバーッといろんな応用を紹介していきたいと思います。皆さんが思い浮かべるその AI とか、まあ、ディープラーニングで単語を聞いたことがある方はどれぐらいいるか分からないですけども、もしかしたらその通りかもしれないし、想像とちょっと違うような話になってるかもしれないですけど、ちょっと聞いてみてください。まずですね、ここにたくさん写真が並んでます。で、写真にはいろんなものが写ってます。例えば、この、写真には犬が写っていたり、ここは野球をしている写真ですね。他にも馬が何か荷物を引いている写真とか、まあ、ピザの写真とかもあります。で、まあ、いろんな写真がここに並んでるんですけども、今僕が言った通り、まあ、人間っていうのはこの写真をパッと見て、どこに何が写ってるみたいなことを、まあ、すぐに把握して言葉にすることができます。だから、こういうことをコンピューターにやらせるにはどうしたらいいかってことを、例えば、いわゆるコンピュータービジョンという分野の人たちが考えています。で、ここに並べている画像はですね、実は、そのコンピュータービジョンの研究者の人たちが、頑張って作ったデータセットです。データセットっていうのは、こういう画像、例えばこの画像がいっぱいあるんですけど、単に画像がいっぱいあるだけではなくて、それぞれの画像にそのこれは車の画像ですよとか、これは犬の画像ですよとか、そういうふうに全部ラベルが振ってあります。で、こういうデータセットを使うと、まあ、何かコンピューターに、じゃあこの画像の時は犬って答えてねと、この画像の時は車って答えてねっていうことを教え込むことで、実際にこのデータセットで、コンピューターは自動的にその画像から何が写ってるかを答えられるようになってきます。で、これ実際にはコンテストの形式になっていて、毎年、精度を競うコンテストが開かれています。世界的なコンテストです。で、これが2010年に始まって、今年で、まあ、8年になるんです、7年8年になるんですけども、まあ、今年で最後のコンテストが行われて、今の成績っていうのは、コンピューターが各画像に対して5つラベルを答えて、1個でも当たってればまあ OK って、ちょっと緩いルールなんですけど、
それでそうだとしてもコンピューターはすでにこの画像のうち 98% の画像に対しては正しいラベルを答えられるようになってきています。なのでほとんどこの何が写ってるか画像から答えるみたいなタスクっていうのはもう今の人工知能にはできるようになってきている。じゃあ今度全然違う例を挙げます。ここに日本語の文があります。今日はいい天気なので近くの公園でピクニックしようと書いてありますが、まあ、日本人というか日本語を勉強した人は、まあ、この文章はまあ全然難しいことなくてすぐ分かるんですけども、まあ、これを例えば日本語が分からないけど英語は分かるような英語圏の人に伝えようと思ったら、まあ、翻訳をする必要がありますね。で下に翻訳された文が書いてあるんですけども、この翻訳文は僕が作ったんではなくって、これは多分有名なので結構使ったことある方も多いんじゃないかと思いますが、 Google 翻訳というサービスを使って翻訳をしました。つまりこれは人の手を介さずに完全に自動的に出された翻訳文です。でこれもさっきの画像と基本的にはやりたいことは同じで、何か文が与えられたら、日本語の文が与えられたら英語の文をで同じ意味のものを出力させるようにたくさんこういうペアを用意して、でそれを機械に教え込むことで機械は自動的にどういう日本語の時にどう英語に直したらいいかを学習します。で今画像と翻訳っていう全然関係ない話をしましたが、実はここで裏で使われている技術は同じディープラーニングという技術です。で同じ技術が使われているので、実はその2つを混ぜるようなこともできて、ここで挙げている例っていうのは、まあ、左に画像がありますね、写真があります。なんか市場で、野菜が並んでて、まあ、買い物客がいてみたいな。でこの画像をなんか機械に通して、まあ、この図ちょっと無視してください、まあ、なんか機械があります。そうするとこいつは画像から英語に翻訳をします。つまり画像と、まあ、それを説明する文がたくさん与えられていて、それを元に学習して、この画像はこの機械は初めて見る画像なんですけど正しく何か説明文を出力しています。でこういうのをキャプショニングとかキャプション生成っていうふうに言うんですけども、こういうふうに、まあ、この技術を使うと全然違う種類のデータであってもこうやってつなげて何か処理をすることができます。まあ、これも人間にとってはなんてことない処理なんですけども、まあ、それは機械にもできるようになってきていると。で今度またちょっと画像の例ですけども、今ここに鳥の画像があるんですが、まあ、右上の画像が一番大きいので右上の画像を見てみましょう。この鳥の画像ですね、実は写真ではありません。この画像は機械が生成した画像です。なのでこういう鳥は実は世の中には存在していないんですね。いないんですけども、まあ、それっぽい画像を機械が生成しています。でここのこの図全体っていうのは機械がそれを生成する様子を表しています。この機械は、最初は 4×4 の非常に粗い画像を出力した後にそれをちょっとずつ解像度を上げていくような処理をします。でその時に、まあ、本物っぽくなるように解像度を上げていってます。で、まあ、下にあるのは拡大図ですね。この鳥の顔の部分を拡大したらこういうふうになってるんですけども、まあ、こういうふうにしてですね、今までは何かその質問に答えるとか何か画像が与えられたらラベルを振るとかそういうのだったんですけど、今度は画像をそもそも本物っぽく見せるように何もないところから生成するってことをしています。でそういうことも基本的には同じような枠組みでできます。で今画像写真みたいな画像を一から生成したんですけども、まあ、それ何に使うかなと思うと、何か欲しいような画像があってでも写真は今手元にないって時に作りたいと。でも実際に何か新しい写真とか画像とか欲しいような、まあ、クリエイティブな場面と現場とかで言うと、何も種になるものがないってことはあんまりなくて、何か欲しいような画像に似たようなものはあるんだけどもちょっと変えたいみたいなケースがまあ多いと思います。例えばここにはですね、まあ、ビル街の写真があるんですけども、日中の写真ですね。でもこれすごくレイアウトはいいんだけども今欲しいのは夜の写真であるとします。で特に色合い的にはこの右上みたいな写真が欲しいんだけども、右上の写真はちょっとレイアウト的には左の方がいいんだけどなみたいなことを例えばその何か作ってる人が思ったとします。その時にこの左の写真、日中の写真と
物のレイアウトとか見た目は一緒なんですけども、シーンとしては右上のような夜でちょっと赤い光が当たってるような絵にしたいって思った時に、下に書いてあるこの論文の手法を使うと、実際そういう写真を、写真じゃなくてこれは画像合成された画像なんですけども、をやっぱりそのディープラーニングという技術を使って合成することができます。これも今までのその画像の見た目をよく理解しているような機械と一緒で、基本的には全体の様子は上の写真と似てるんだけども、細かいところを見ると右上の写真の細かいちっちゃいそのパッチっていうんですけども、ちっちゃい四角の領域とまあ似たようにうまく合成するみたいなことを機械が勝手にやってるんですね。こういうようなこともできます。で、今まで写真の話をしたんですけども、写真じゃなくて画像だったら機械は何でも扱えるので、例えばイラストに適用するようなことっていうのも考えられます。で、これは、漫画とかいわゆるゲームとかのイラストみたいなのを元にして、それをバストアップの画像をいっぱい用意して、それを機械に学習させると、新しいキャラクターとかそういうデザインを、たくさん生成してくれるようなこともできます。これはプリファルネットワークスの松本さんの2年前ぐらいの仕事です。で、イラストを一からこうやって生成するのも面白いんですけども、さっきの例と同じでやっぱり実際に何かに使おうと思ったら何か種になる情報っていうのがやっぱり欲しくなります。で、これまた会社でやっているサービスでペインスチェーナーっていうサービスがあるんですけども、今度はこれは何かっていうと、絵を描く人がどうやって絵を描くかっていうと、最初に線を描いて、最初ラフみたいなのを描いて、でそれをトレースして線画にして、でその線画になんか基礎塗りをして、その後いろんな仕上げの作業をするっていうふうにして絵を描くと思うんですけども、その後半の色を塗る部分っていうのはやっぱり結構大変なんですよね。でそこである程度、機械でこの色塗りの工程だけを自動化できないかっていうことを考えます。でここに挙げてる2つの画像っていうのはまさにそうやって作られた画像で、2つあるのはちょっと違う手法で作った画像なんですけども、作り方は同じで、まず人が、ここに挙げてるこのコツブーンさんって人が、線画を描きました。でその線画に対して、プログラムが自動的に色をつけています。でどうやって色をつけるかっていうと、たくさんそういう線画と色をつけた結果の画像っていうのをたくさん見て、こういう線だったらこうやって色を塗るのが自然っぽいっていうのを、機械が学習して、実際にこの画像に関してはこうやって色をつけるのが自然なんじゃないか、でつけ方がちょっと、この得られた学習結果によってちょっと変わるんですけどもっていうふうになっています。でこれ見ると結構自然に色がついてると思います。ただやっぱりよく見るとちょっと変なとこもあって、例えばこっちの左の着色結果だと、両面の色がちょっと違ってしまっていたりとか、そういうところがあるんですけども、実際にこのサービスではそういうヒントみたいなものも与えることができて、ここのピクセルは赤色でしてねみたいなことを指定すると、そこは守りつつ全体をそれっぽく色をつけるみたいなこともできるようになっています。でこういうなんかクリエイティブな現場でも、こういう人工知能とかその深層学習的技術が使われるようになってきています。で今度全然話が変わって、今までその画像とか文章っていうデータばかりの話をしてきたんですけど、今度ゲームの話をします。これ、囲碁ですね。囲碁をやったことある人がどれぐらいかわからないんですけども、囲碁っていうのは、こういう盤があって盤面があって、黒い石と白い石を交互に打って、基本的な陣取りゲームで、できるだけ大きな領域を囲った方の勝ちっていう、シンプルなゲームなんですけども、でも打てる場所がすごい多いので、実際にはうまくプレイするのはすごい難しくて複雑なゲームになってきます。でこれはですね、普通の対局ではなくて、黒石リー・セドルさんという、これは韓国のトップ棋士です。で韓国のトップ棋士というか、もう世界的なトップ棋士です。で一方で白番の打ってるのはアルファゴーと書いてありますが、これは、イギリスにある Google ディープマインド社という、人工知能のスペシャリストが集まってる会社があるんですけども、そこが作ったプログラムです。なのでこれは
いわゆる囲碁 AI と思ってください。でこの囲碁の AI アルファ5がこのトップ棋士リーセドルに勝利した時の様子がこの画像です。で実はこいつは何をしてるかっていうと、盤面を見て次にどこを打ったら勝てるかっていうのを一生懸命予測しています。で、普通こういうゲームの AI っていうと、とにかく可能な手を全部列挙して、プログラムとコンピューターっていうのは人間と違ってたくさん数え上げるとかそういうのは得意なんですね。なので全部列挙すれば、まあ原理的には一番勝てる手っていうのは計算できるんですけども、例えば囲碁っていうのは打てる手の手数がすごく多くて、全部探索することは実は不可能です。少なくとも人間と自然に対局するスピードではできません。というか、なんかその何百年とか何千年とかかけて計算すればできるんですけど、まあ、そういうことはできない。なのでこいつはやっぱりその深層学習って技術を使っていて、どの手を探索したらいいかっていうのを今の盤面から予測しています。なのでちょっと人間に近いような打ち方をしているんですね、そういう意味では。でも実際には打ってる手っていうのはプロの棋士とは全然異なる手を打ってくるんですけども、それはすごい強いと。で実際に使われている技術っていうのは、実は画像認識の技術と非常に近い技術が使われています。つまりこの黒と石のパターンを一種の画像のようなものだと思って、まあ、次の手を予測してるんですね。でこれはもう古くからある歴史の長いゲームなんですけども、全然違うゲームとして、皆さんだとビデオゲームの方が馴染みがある人もいるんではないかと思いますが、これはですね、まあ、すごい昔のゲームです。いわゆるアーケードゲームで、アタリっていう会社が作っていたゲームをたくさん集めて、それをその AI がプレイできるように、そういう環境というかプログラムを作った人たちがいます。でその環境を使って一つのプログラム、その人工知能のプログラムにいろんなゲームを学習させました。でここに縦にずらーって並んでるのが全部そのこれで遊べるゲームの一覧なんですけども、3、40個ありますね。で今これ流しているのは、いわゆるブロック崩しをプレイしている様子です。で最初すごい失敗してるんですけども、この AI には、ブロック崩しのルールとかは全く教えてなくって、このそのスクリーンの画像と、あとは点が入った時に点が入ったよってことだけ教えてあります。でそれをもとに、じゃどうやったらもっと点が入るかっていうことだけをこの AI プログラムは考えていて、だんだんそのアクションというかそのプレイを洗練化させていきます。でそうすると最終的に、まあ、人間よりうまいレベルでプレイすることができるようになるんですね。でこの右にあるずらっと並んでるグラフっていうのは、実はこれですね、そのこの人工知能のプログラムと人間でどっちがうまくできるかっていうのを表していて、この横線より上がプログラムの方が人間より優れた成績を上げられるゲームで、下が人間の方がまだ強いゲームになっています。なのでもう半分以上のゲームでは、人工知能の方がうまくプレイできる。しかもこの AI っていうのは一つ一つのゲーム向けに特別に作られたものではなくって、全部のゲームで同じプログラムが使われています。でこれはもう 3,4 年前の結果なので、今はもっとこの線が下の方に来てるんじゃないかなと思います。で例としてはもう最後になるんですけども、これですね、今ゲームの話をしたんですけども、ゲームっていうのはなんかその仮想的な世界で、プレイヤーが何かアクションを起こすと、なんか環境が反応を起こしてっていうのを繰り返すんですが、これっていうのは現実の世界に非常に似ています。まあ、それのすごいシンプルにされたようなバージョンですね。なのでじゃあ逆に、じゃあ現実世界でも同じようなことができるかっていうのは考えたくなるわけですね。でそうすると出てくるのがロボットです。ここにある2つのロボットは、ロボットアームといって、腕だけのロボットです。でなんか腕を伸ばしたり動かして、なんか物を掴んだりすることができるようなロボットだと思ってください。で奥にあるのは棚です。で棚の中にちょっと荒くて見づらいんですが、まあ、日用品みたいなのがたくさん並んでいます。
で、これ何をしている画像かっていうと、このロボットに、その指定した商品をできるだけ素早く正確にこの棚から取り出してカゴに移すみたいなことをさせてるんですね。でこれ実はアマゾン、まあ皆さんアマゾンはご存知かと思いますが、アメリカのアマゾン社が毎年やっているロボットコンテストの様子です。でそこに、まあ、我々プリファードネットワークスが去年出場した時の写真です。で、その時我々は1位にはなれなくて2位だったんですけども、これはどういうとこが難しいタスクかっていうと、ここに入っている商品っていうのは、棚のどこに何の商品が入っているかっていうのは事前に教えられないんですね。で適当に入ってます。なのでこのロボットアームは、ここにですね、実はカメラがついていて、カメラでパシャッと撮って棚の様子を見て、どこに何が映ってるかっていうのを全部最初に認識して、でしかもそのものがどういう角度で入ってるかってとこまで認識して、そこに最適な角度でアームを伸ばしてものを撮るみたいなことをするんですね。で人間っていうのはそういうことすごい簡単にやるんですけども、ロボットに実際させようと思うと、そうやっていろんな問題を解かないと、制御ができない。でもこのタスクに関してはそこそこな精度でできるようになってきてますが、まだ速度が遅くって、1個の商品を取るのに1分ぐらいかかります。で、まあ矢継ぎ早にいろいろ紹介したんですけども、他にもですね、例えば、まあ最近ニュースでよく自動運転の話ってニュース見ると思うんですけども、自動運転するためには、例えば、まあ、車の周りのに走ってる別の車とか歩行者とか、あるいは障害物なんか、例えば風でビニール袋を飛んできたら、それも、正しく認識して避けるなり、まあ、無視するなりしないといけないので、いろんな認識が必要になります。画像の認識もそうだし、まあ、それこそどこは走っていいかみたいな認識とか、いろんな問題があるんですね。で他にも、さっきロボットの例を見せましたけども、ロボットを動かす方だけじゃなくて、例えばロボットがいつ故障するかを事前に予測することができるようになると、実はこれすごく重要なことで、ロボットが止まってから対応するんだと、その工場って一回ストップしてしまうんですね。でそうするとその間他のロボットは動けるのに止まんなきゃいけないみたいなことが起きます。で事前に予測しておくことで、どのタイミングでどのロボットを対応させるかみたいな計画を立てておけば、まあ、工場の、効率を上げることができる。他にも全然違う例として、薬を作るときに、まあ、なんか研究者が考えた新しい化合物とか、あるいは適当に探索した新しい化合物に対して何かいろんな実験をするんですけども、これは非常にコストがかかります。でなので今の薬を作る現場っていうのは、やっぱり10年20年のスパンで一つの薬を作ってるんだと思うんですけども、まあ、そういうのも例えば、結果を自動的に予測することができるようになれば、まあ、実際に実験をしなくても結果が分かるような、そういう AI が例えば作れれば、そのスピードっていうのを飛躍的に向上させることができて、薬がどんどん新しいのが作れると。でそういう医療の現場っていうのもやっぱりあって、まあ、病気の判別に使いましょうとか、あるいは、テキストの話でも、翻訳だけじゃなくて、実際機械自身が人間とコミュニケーションを取るにはどうしたらいいでしょうと、いろんな研究がされています。で、ここまで話してきた技術っていうのが、いわゆる今、人工知能とか特に機械学習っていう分野で、研究者の人が取り組んでいるような話です。ここに挙げたのが全部ではないんですけども、まあ、できるだけいろいろ、紹介しました。で、ここからちょっと具体例ではなくて、実際の AI っていう話についてしたいと思うんですけども、人工知能って言った時に、世の中には2種類の人工知能があります。一つが汎用 AI で、普段ですね、日常的な生活をしていて AI っていうと、こっちの方を思い浮かべる人が多いんではないかなと思います。でこれっていうのは、この汎用 AI っていうのは、要するに一つのAI がいろんなタスクを後付けで学習してできるようになるような AI です。これは非常に人間に似ていて、今まで挙げてきた、その例えば画像にラベルを振るとか、機械翻訳とか、あとは、まあ、絵を描くとか、いろんなタスクっていうのは全部人間は生まれた時には何もできないんだけども、勉強したり練習すれば全部できるようになりますね。でこういうのを汎用な、知能システムと呼んでいて、それをやるような人間じゃない人工的なプログラムのことを汎用 AI と言います。
一方で今日実際に紹介してきた AI がこんなことできますよっていろいろ話してきたんですが、これは全部特化型の AI って言って、それぞれのプログラムはそれしかできません。さっきのゲームのやつだけちょっと汎用っぽさがあるんですけど、あれも結局ゲームをプレイすること以外はできません。なのでこっちは個別のタスクを解決するような知能システムなんですね。で、今日話しているのは主に特化型の AI で、ここ数年で飛躍的に技術が進歩していると思うんですが、それは基本的には全部この特化型の AI に関する話です。で、上の汎用 AI もこれは研究はこっちはこっちで面白くって、世界中の研究者が取り組んでいるタスクではあるんですけども、まだちょっと多分実現されるのは先の話になると思います。はい、今日紹介しているのは特化型の AI です。で、 AI って言ってるんですけども、突き詰めて言うと AI っていうのはコンピュータープログラムです。で、そこは普通の、何が AI で何が AI じゃないかっていうのは非常に定義難しいところなんですけども、基本的にはコンピューターで、コンピューターっていうのはざっくり言うと何か命令の列を与えるとそれを順番に実行するだけの機械です。基本的には単なる機械なんですが、でもこの実行速度が異常に速いと、人間には目にも止まらぬ速さでこの命令を実行します。なので、速いってことは非常にインパクトのある話で、速いだけで何かできることが変わるんですね。で、それをやってるのがコンピューターです。で、じゃあ AI っていうのはどういうコンピューターというかプログラムかっていうと、何か与えられた入力、例えば画像とか文章とか、さっきの機械の故障予測みたいな話をするとセンサーの出力とかいう話になるんですけども、こういう入力が与えられた時に、機械はどう反応するか、ゲームだったらどうプレイするか、機械翻訳だったらどんな文を出力するかっていうのを、プログラムとして書き下してあります。なのでそれだけ聞くと単なるプログラムなんですけども、じゃあ単なるプログラムとして書いてみましょう。例えば今ここに数字、僕が適当に書いた手書きの数字の画像があって、これを何か1個指定されるので、それがどの数字か当てましょう。これは人間だったら分かるわけですね。で、必ずしも僕が書いた数字じゃなくて他の人が書いた数字が入力に入ってくるかもしれませんが、これを例えばプログラムで書くとします。じゃあどうやって書くか、例えばすごいナイーブな方法だと、画像の真ん中の方に黒いピクセルがなかったら0っぽいですよね。なので0って出力することにしましょう。で、他にも黒いピクセルがすごい細長い四角形に収まるようになってたら、それはなんか細長い数字なので、細長い数字って1だよねってことで、じゃあこれ1にしましょう。そうやって一個一個の数字に対して、なんかこういう時は1とかこういう時は7とかいうルールを全部人間が考えてプログラムに打ち込みましょう。そうするとちゃんと数字を判別するプログラムはできます。で、こういう、これは立派な AI で、こういうののことをルールベースの AI と呼びます。で、ところがですね、このアプローチはこういう数字の認識とかこれぐらいだったらなんとか書けるかもしれないんですけども、さっき見せたような写真から、それが犬なのか車なのか当てるとか、ゲームをプレイさせるとかいうところまで行くと、とてもじゃないけどこのルールっていうのを人間が書き下すことはできないんですね。実際例えば写ってるものが何なのかっていうのは人間自身、自分がどうやって判別してるのか分かりません。皆さん分からないと思います。で、研究レベルでも分かってません。なので、このアプローチだと、難しいタスクは解けないんですね。で、じゃあどうするかっていうと、やっぱりプログラムは人間が書くんですが、その時になんか後から変更できるものを入れておきます。そういうのをパラメーターと言います。なんか変数みたいなものです。で、このパラメーターっていう変数を使って、なんか数式処理をして、出力を出すようなプログラムを書くんですけども、そうするとこのパラメーターはただの数値ですので、これを動かすとそのプログラムは挙動が変わります。そこでデータをもとにどのパラメータにしたら一番それっぽい挙動になるかっていうのは後から決めることにします。で、このデータを使ってパラメータを決める部分のことを学習とか訓練って言います。ちょっと人間が実際にやってる学習とか訓練に、比喩的な表現なんですけども、で、そこで使われるデータを学習データとか訓練データって言います。で、こういうふうにしてパラメータを使ってプログラムを書いてそれを後から決めるアプローチのことを機械学習と言います。
で例えばですね、ちょっと数学的な話が少しずつ出てくるんですけども、今ここにベクトル空間があります。今これ簡単のために2次元で書いてありますが、実際にはもっとすごい高次元なベクトル空間を使います。で今画像をなんか分類したいんですけども、画像をあらかじめこのベクトル空間の点に何かマッピングしておきます。何かの方法でマッピングしておきます。でそこにこうやってピーって線を引いて、こっから先は車とか、こっから先は飛行機とか、こっから先は鹿みたいな感じで、この線を使って分類をします。ただしこの線をどこに引くかはあらかじめ決まってなくて、ここがパラメーターになっています。でデータは訓練データがこうやって空間にバーって並んでるときに、じゃあどこに線を引けば正しく分類できるかっていうのを後付けで決めるのが機械学習ってことですね。で今これまっすぐな線を引いてるんですけども、こうやってまっすぐな線を引く手法のことを線形分類器と呼びます。線形っていうのは要するに一次式って意味なんですが、まあ一次式でその局面を表すと、まあこういう直線とか、あるいはもっと高次元の空間だといわゆる長平面ってものになりますけども、になるので、これ線形分類器と呼びます。で線形分類器っていうのはずっと昔からあって研究されてるんですけども、これ非常に単純な分類のルールしか作ることができません。で画像みたいに非常に複雑な対象にこれを使う場合には、どうやって画像ってもともとは例えばピクセルの列みたいな感じで表されてると思うんですが、それをどうやってこの空間にマッピングしたらうまく線形に分類できるのかっていうのは非常に難しい問題になってきます。でこれをなんでこのアプローチではそのマッピングの部分は結局人間が考えないといけないと、そこがルールなんですね。結局その部分はルールを作り込む必要があるっていうのがこのアプローチです。でこういうふうにですね、マッピングを人間が作り込んで、その後に一段だけこういう単純な分類を行うようなアプローチのことを、まあ、浅い学習というふうに呼びます。学習する部分のレイヤーが浅いってことですね。で今日話しているのはディープラーニングっていう技術で、こちらだとニューラルネットっていうものを使います。で、ちょっと一瞬コンピューターから離れるんですけども、これもともとは僕たちの脳に入っている神経細胞というものがモデルになっています。で神経細胞っていうのは、まあ、核があって、でここにですね樹状突起というのがあって、これが別のニューロンにつながっていて、別のニューロンから信号を受け取ります。ここからで信号がある程度たまると、こいつが発火して、この軸索っていうのを通じて次のニューロンに信号を送ります。電気信号です。で、こいつを、まあ、実際にはこれまだ分かってないことが多くて、例えばどういうふうにつながっているのか、そのネットワークの全体像とか、あるいは実際にここの発火が起きるような時のその数式ってどうなっているのかみたいなのはまだ分かってないところが多いんですけども、まあ、とにかく似たようなものを数学的に作ってあげましょう。で、入力 X0 があって、それに何か重みをかけて次の細胞に移ります。でこいつの全部輪を取って、で何かその発火するかどうかを判断する F という関数があります。今こういう折れ線みたいなグラフを作っているとしてください。でこいつの出力、例えばこれ入力が0以上だったら次のニューロンにその値を出すみたいなことをしています。で、こういう、ニューロンのモデル、ユニットと言いますが、このユニットをたくさんこうやって並べてこうやって結線します。でこれを画像を入れてラベルが出てくるので、それが正しくなるようにこの重みを調節していくっていうふうに学習しているのがニューラルネットワークというもので、これを使っているのがディープラーニングです。で仕組みだけ聞くと、まあ、あっさりこの1枚で済むような話なんですが、まあ、実際にはこのネットワーク構造は非常に大きくって、ここには、まあ、せいぜい間に8つしかユニットがないですけど、実際に使われるネットワークっていうのは1万個とか10万個とか100万個もユニットが並んでいるような非常に大きなネットワークを使います。で、まあ、非常に複雑な分類とか予測ができるようになるんですけども、いわゆる汎用 AI ではやっぱりなくって、例えばこのネットワークの構造とかはタスクごとに毎回学習しやすいようなものを使わないといけないんですね。なのでまだ人手とチューニングが入っています。ですが、まあ、精度的には非常に高いものを達成することができるようになっていて、今いろんな分野で今日紹介したように使われるようになってきています。で、まあ、このニューラルネットの研究っていうのは、まあ、例えばそのネットワークの構造を作るだとか、もっといいアルゴリズムを作るとか、あるいは僕がやりたような理論的な理由を探るとか、そういういろんなタイプの研究があります。
で、まあ、基本的にはこの分野はそんなになんか数学的に高度なことをしている人たちもいるんですけど、特に理論側の人たちは、基本的にはニューラルネットを使って何かやりたいって場合には大学の 1,2 年生ぐらいで習うような数学とか、プログラミングの技術っていうのが必要になります。なので、もし皆さんたちが例えばこういう分野に興味を持ったとしたら、まあ、きっちりここら辺を勉強するともうそれだけですぐに、深層学習の勉強っていうのを始めることができると思います。でプログラムに関しては今からでもすぐに多分勉強できると思います。そんなに難しいことはしていないので、はい、で、ちょっともう時間がなくなってきてるんですけども、まあ、汎用 AI じゃないって言ったんですが、今言った通りベースになってる仕掛けっていうのはさっき言ったニューラルネットっていうあれ1個だけです。なので実はまだ人手で書かなきゃいけない部分があるとは言っても、ほとんどの部分動いてるプログラムは一緒なんですね。さっきの例っていうのは、つまり実装部分っていうのは結構汎用化ができます。そこで僕が会社でやってるのはこの汎用化できる部分の実装を作るってことをしています。でそれのことをこの分野ではディープラーニングのフレームワークというふうに呼んでいます。で実は、共通化できるって言いながらちょっと矛盾するようなことを言ってるんですが、フレームワークっていうのは今すごいたくさん作られています。特に大手の会社だと会社ごとに1個ずつフレームワークがあるような状態です。例えばこの TensorFlow っていうのは Google が作っていて、 PyTorch っていうのは Facebook が作っていて、他にも Amazon も Amazon のフレームワークを持っていれば、Microsoft も Microsoft のフレームワークを持っています。で僕が作ってるのはこの Chainer ってやつなんですけども、まあ、ここの特に 2,3 年で飛躍的に数が増えています。で、このフレームワークっていうのはなんでみんな作ってるかっていうと、これ全部やっぱりちょっとずつ違うんですね。何が違うかっていうと、例えば計算効率が違ったり書きやすさが違ったり、あるいはそれで書くことができるニューラルネットの種類が違ったりします。で実は速度っていうのは例えば非常に重要で、なぜかっていうとこの分野では非常に大量のデータを使ってすごく大きなネットワークを学習させるんですが、そうすると単純な実装だと学習が1週間とか1ヶ月とか1年とかかかるなんてことはざらに起きます。でそんなんだと研究進まないので、みんなそれをどうにかして高速化したい。例えば GPU を使うと実はそこで中で使われている計算っていうのが非常に高速になって、これで例えば10倍とか100倍ぐらい計算が速くなるとか、複数のコンピューターをつないで分散で計算をさせます。そうすると、例えば1台でやってた時に比べて100台使えば100倍速くなるみたいなことが、まあ、実際にはそんな単純じゃないんですけど、まあ、そうやって何とかして学習を現実的な時間で抑えるようなことをしています。はい、でそういうところがまあ僕がやっている仕事で、まとめとしては、まあ、今日ディープラーニングっていう話を基本にして、最初にいろんな応用例を見せました。で、そこで見せたのは基本的には特化型 AI っていうのの例で、世の中には実際には汎用 AI っていう種類のものもあるんですが、今日は特化型の話をしました。で、まあ、いろんな研究があって面白いんですが、実はその裏にはそのフレームワークっていう実装の技術があって、そこではですね、今言った通りいろんな幅広い範囲のコンピューターサイエンスの知識が応用されています。なので、このディープラーニング自体はどっちかっていうと数学とか、まあ、物理とかそういう分野の話が結構幅を利かせているような分野なんですけども、実はその裏の実装を見ると非常に広い範囲のコンピューターサイエンスの知識が応用されています。という感じで、今日のトークを終わりにしたいと思います。ありがとうございました。